コカ・コーラの CM になりました。え？こちらの CM ですね。あ、いました。いました。あ、どうも、岡赤崎です。なんと僕の動画がコカ・コーラの CM の一部になりました。じゃあ、見ていきましょう。その前に。チュース。やっぱこれだ。よし、じゃあ見ていきましょう。こちらの CM ですね。コカ・コーラ、日常は魔法だ編。日常に魔法をかけていきましょう。また魔法のような一日が始まる。ですね、この CM の中の、どこだったかな？どっかにいたんですよ。あ、いた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 。いました、いました。あ、いました。いました。ああ。いました。いましたよ。あ、すんげえボケてる。いやー。CM デビューしましたね。わずか1秒ぐらいの登場時間でしたけど。お、ちょっと待って、こん中におるんじゃない？あ、いました。いましたー。いましたよ。いや、でも、まあ、センターはちょっと取れなかったですけど、ナンバー5にはおるんじゃない？これ。やりましたね。あれ？あれ？これ、これ、別のシーンの僕ですね。お、すげえ。これ探したらもっとおるんじゃないか。いや、多いな。よし。ちょっと、いいねしておきましょうか。高評価。コメントしておきましょうか。いい動画やわー。これでコメント、いい動画やわーでコメントしてきました。いやー、まさかコカ・コーラの CM になるとは思ってなかったんで、ちょっとびっくりしてますね。あ、ちょっと最近動画の投稿がちょっと遅くなってすいません。だいぶ休んだりしてたんですけど、ちょっと10月にですね、ちょっとぎっくり腰やってしまって、でそっから今12月なんですけど、ちょっとずっと腰がちょっと痛くて、僕もともと腰があんま良くなくて、大学の時にちょっと一回すごいぎっくり腰になって立てなくなって、で救急車呼んだことあるんですよ。ちょっとそんぐらいちょっと腰があんま良くないんですよね。ゴミを拾う活動してるのに腰が弱いっていうものすごい弱点があるんですけども、まあ、ちょっとだいぶ良くなってきてるんで、また、ぼちぼち動画アップしていきますんで、また見てください。以上、報告動画でした。じゃあねー。